はい、こんにちは、森吉です。今週5月12日ですね、東京競馬場ではビクトリアマイル、こちらが行われます。牝馬限定の芝 1600m ですね。こちらの見解を言っていきたいと思います。はい、こちらですね、今週日曜日、東京競馬場になります。11レースですね。本命はですね、10番のミッキークイーンにしました。うん、まあ、前走いかにもトライアルっていう内容の、まあ、競馬でですね、直線だけと、まあ疲れを残さない、まあ、理想的な、まあ、トライアルかなという感じの気がしますね。でまあやはりジャパンカップこそまあ、ボバと混じってですね崩れはしたんですけども、まあ牝馬限定戦だとやはりですね、この中でも中心っていうのはあんま揺るがないのかなというふうに思いますね。まあ戦力っていうのもですね、前走久々だったんですけども、今回2回目ということでですね、当然慣れも見込めますし、まあ馬券の軸っていうのはもう間違いないでしょう。で、対抗ですね、7番のルージュバックにしました。まあ前走もですね、ちょっと、なんかいまいちな感じの競馬続いてるんですけども、もしかすると考えられることの一つとしてはですね、左回りしか走らない。で、まあもう一つあるいはですね、ちょっと長めの距離使ってましたけども、この距離が合わないっていう可能性もまあありますよね。ということを考えるとですね、やはり、ちょっと見直しが当然必要なのかなというふうに思います。ちょっとここらでですね、少し人気が落ちてくれるとまあ美味しいなという気がします。では3番手ですね、スマートレイヤー。まあ、前走も本命でまあカチッと取らせてもらったんですけども、今回、徹底先行型っていうのがですね、まあ列後同期くらいしかいないので、すんなり2番手、3番手かなということを、まあ、見え見えですね。まあ、東京新聞杯、それからまあ、追い込んでる時代の競馬もですね、東京コースやはり走りますし、この内枠っていうのもですね、非常に魅力的だなと思います。ちょっとペースが遅くなれば、この馬の出番っていうのは当然ありますので、まあ、抑えは必ず必要だというふうに思いますね。で、まあ、3連複のフォーメーションいきますんで、三角の筆頭ですね、湘南パンドラにしました。ちょっとこのまま逆にですね、戦力短いのかなっていう気がするんですけども、前走の大阪杯もまあ上々の内容でしたし、まあ東京コースに変わるのはまあ明らかにプラスと。まあこのままではおそらく人気するとは思いますので、ちょっとですね、まあ一応2番目の軸にはするんですけども、このままこけてくれた方がですね、配当的にはまあ期待できるかなという気がします。ただあっさり勝たれても何も驚けないと。実力は評価しないといけないと思います。それから6番のマジックタイム、このままですね、ずっと最近好成績が続いてるんですけども、このまま東京コースかなり走ります。で、まあ、ある程度声につけられるっていうことを考えると、このままペースが遅くなれば当然出番があるだろうと。それから9番のカフェブリリアントですね。ずっと私1004ベストって1004、1008、1006がちょっといまいちっていう感じだと言ってるんですけども、ちょっと前走の阪神インパステークスの競馬なんかを見るとですね、年齢とともにちょっと、もしかすると戦力の方に適性が来てるかななんていう気がちょっとですね、したものですから印を回してみました。もともと東京コースそのものは、得意としてますし、若干人気に落ちてくれればですね、この馬も、3着以内十分あるだろうと思います。で、穴評価ですね、大穴シュンドルボンにしました。16番ですね。中山インパステークス勝ち、それからまあエリザベス女王杯ですね、このレース私は全く評価してないんですけども、一応7着とですね、でそれで次の愛知杯でまあ1番人気になってまあ沈んだという感じなんですけども、実はこれまでですね、右回りの方が走ると思われがちなんですけども、実は左回り校舎なんですね。去年の夏3連勝した時も新潟で2勝、東京で1勝と。で、東京コースのですね、トータルの成績を見ても1-3-1-1と、まあ、6回走って5回、馬券に絡んでるんですね、東京コースは。それを考えると、若干、いまいちですね、人気しなそうな中では、この馬、面白いと思いますね。この馬もある程度の位置につけられるということを考えると、この馬が3着以内に来れば、まあ、配当的にも、まあ、面白いかなというふうに考えました。で、結論ですね。まあ、ひとたきさとミッキークイーンで、まあ、揺るがないですね、中心は。まあ、前走はいかにもですね、疲労を残さないような、走りでしたし、牝馬限定戦ということであれば、軸はまあ間違いないだろうと思います。で、対抗はですね、東京コース、それから距離短縮でですね、見直す余地のあるルージュバック。で、まあ同じくですね、先行もできるようになって、得意の東京ですね。で、内枠も引きました。スマートレイヤー。
まあ、イカショーナーパンドラマジックタイムカフェブリリアントと。で、穴はですね、実は右回りと思われがちなんですが、左回りの方が圧倒的に走るシュンドルモと、こんな感じにしてみました。気になる回目ですね、3連複のフォーメーションで、いきたいと思います。10番ですね、軸はミッキークイーン、1軸固定ですね、2番目の軸は2番のスマートレイヤー、それから7番のルージュバック、15番の湘南パンドラと。で、3番目の軸もですね、この2、7、15、これはまあ固定です。それでまあちょっと穴っぽいところを含めてですね、回目に入れるのは6番マジックタイム、それから9番のカフェブリリアント、で13番ストレートガール、それから16番シュンドルボンと、このフォーメーション15通りでいきたいなと思います。それと、ワイドですね、ミッキークイーンとシュンドルボンと、これも1通りだけ押さえておきたいと。で、計16通りと、ビクトリアマイルですね、こんな感じでまとめてみました。ただどの馬にもチャンスがありますんで、このレースは非常に見応えのある面白いレースになると思います。予想がですね、参考になった、面白いなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録としていただけますと非常に励みになりますので、皆さんよろしくお願いいたします。ではビクトリアマイルの見解は以上となります。